小山田の地は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武士。小山田氏、真田氏の家臣。通称は、修善生。父は、小山田茂生。母は、真田正幸の長女、村松殿。妻は、幕府旗本滝川一関の幼女で、宇田り次の娘。はじめ真田聖を称し、真田修善聖。その後、真田聖を返上したが、 小山田とは名乗らず、お野に改めた。この第二、小山田に複製している。父の小山田茂生は、海鶴軍の国衆、小山田氏の一門である、堺壇上家の出事であるが、後に、武田家臣の、石田小山田氏の小山田正重の子孫を称している。茂生は、武田家臣時代に同じく、武田家臣であった、真田正幸の娘と婚姻したと考えられている。 天正10年3月の小田、徳川連合軍の武田両親公により武田氏は滅亡し、直前に離反した小山田氏の当主、小山田信繁は、小田氏に処刑され、小山田氏は滅亡した。後の少年は不明であるが、武田氏が滅亡した際に、小野村に身を隠したという伝承があり、事実とすればこれ以前の生まれとなる。武田氏、小山田氏の滅亡後、父の母性は、 相模国の御北条氏に仕えた後、佐田家に仕えた。母性は、佐田はじめ門として、佐田生を許されており、慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて、佐田正幸と共に西軍に属するが、西軍の敗北に伴い、正幸着難の信行の家臣となる。慶長7年2月18日、佐田信行から、のの字を与えられた。慶長11年3月、父、 母性とは別に百貫分の治療を与えられる。慶長十九年の大阪冬の神後、おじの佐な田信ぶとの交流があり、父と同様に信ぶから書状が送られている。元那八年に信行の松白い方に従い、寛永五年十月三日、治療九百六十九国を与えられた。この頃までに家督を相続した。寛永十三年に死去。法名は、落葉一歩。 墓所は長国寺。ありがとうございます。